神奈川県の会社役員の女性が。s. N. S. 型投資詐欺で、およそ一億八千万円を騙し取られました。警察によりますと、川崎市の五十代の会社役員の女性は。去年十月。s. N. S. 上の投資広告をきっかけに。著名な投資家を装う人物と連絡を取るようになりました。その後、私たちのチームは。 株式市場を分析して利益を出しているという文句を信じて4か月にわたりおよそ1億8000万円を振り込んでしまったということです。